エドガー・ヘラルド・ゴンザレス・エリソンドは、メキシコ出身のプロ野球選手。2019年現在は、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズ所属。2000年4月18日、アリゾナダイヤモンドバックスと契約。2003年6月1日のサンディエゴ・パドレス戦で、メジャーデビュー。2006年は、第1回 WBC メキシコ代表に選出された。2007年は、 速球を武器に先発ローテーションの谷間に登板し5勝を挙げた。2009年2月9日、オークランドアスレチックスとマイナー契約。2010年1月12日、LG ツインズと契約したが、開幕から6連敗と1勝もできず、防御率も7.68と、内容も悪く5月19日に解雇され、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約。8月20日には、 ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。11月6日に FA となった。2011年3月2日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだが、6月6日に解雇。8月10日にコロラドロッキーズと契約したが、20日に40人枠から外れた。10月3日に FA となった。2011年11月3日。 オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだが、2012年3月3日に解雇。4月2日にフルス・ロッキーズとマイナー契約を結んだが、6月19日に放出された。8月23日にヒューストン・アストロズと契約し、9月3日、ピッツバーグ・パイレーツ戦でメジャーリーグでは4年ぶりの勝利を挙げた。2013年4月7日にウェーバーで、 トロントブルージェイズへ移籍。5月12日に FA となり、フルス・アストロズと契約した。10月1日に FA となった。2014年1月20日にシンシナ・ティレッツとマイナー契約を結んだ。2015年4月3日にメキシカンリーグのモンテレー・サルタンズと契約した。時速 140km 後半のツーシームと、 スライダーとチェンジアップを武器に打たせて取る投球が持ち味。ありがとうございます。